バックストレッチ。高橋が後ろの様子を見ています。3番の内田はまだ5番手じっくり構えている。残り600の鐘。さあ3番の内田が徐々にペースを上げていくか。さあ4番の高橋はまだ前で待つような感じ、踏み込んではいきません。3番の内田の仕掛けを待っている4番高橋。さあ3番の内田が一気に前を叩きに行った。2番手ですが、ここは6番の高森が守りきっているが、少し車間が空いている。3番手7番の照井、その後ろですが、4番の高橋は4番手に入る形になった。バックストレッチに入っていきます。3番の内田の先行、2番手は6番高森、3番手には7番の照井、その後ろから2番の小峰が上がってきて、3番手外へ並んでいる。さあ内側を救ってくる7番の照井、4コーナーから直線。3番内田が先頭だが、内を救った照井が伸びてくる。間から1番の佐野も突っ込んだ。